こんにちは、みやこです。今日はね、大事なことをお伝えしようと思います。眩しい。はい、でね、今日伝えていきたい大事なことって言いますのが、私が今の自分の体が今までで一番好みなんですよ。っていうのは、まあ好みに作ってるっていうのもあるんですけど、何でも程よくがいいんじゃないかと、こういい感じに綺麗な感じで体を作れるのが私の中で今一番ベストで、洋服も似合うし、めっちゃ派手とかじゃないけど、こう整ってる感じの体が好きで、今そういう体作りをしていて、結構前からガチガチでやってた時から気づいてたのが、日本人の女性であんまりそんなめっちゃムキムキになりたい人ってそんなに多くないなって感じてたんですよね。ごめんなさい、私の周りだけかもしれないんだけど、すごくこう筋肉が発達してるみたいな体よりも、やっぱり自分のスタイルに合ったこうシュッとしたかっこいい体を作りたい人が多いのかなと思っていて、なのでちょっと私が今やっている方法とか、あとこれ気をつけとけばよかったなってこともお伝えできればなと思っています。この動画が役に立ったら、LIKE ボタン、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたしますこの子すごい圧なんだけど、この猫すいません、ちょっと気になるので私真ん中に来ていいですかこちらで、結論、9割ぐらいの女性は最初トレーニング始めたてはしっかり筋肉をつけた方がいいです。もともと筋肉量の多い女性もいるんですけど、そういう女性はその1割に入るので、ちょっとそれは後で話していくんですけど、ほとんどの女性はいきなり筋トレを始めてムキムキになりすぎたってことはもうないので、最初の筋肉量をしっかりつけるっていうことをしていかないと、しなやかなこうボディにはなかなかならないので、そこをしっかりやってっていいのかなと思います。かなり個人的な意見で、私がやってきたやり方で言うと、1、2年ぐらいは結構しっかりトレーニング強度とかもつけて私は行ったし、食事もかなりしっかり気をつけていて、なんならちょっと体重増やす、まあ増やすまでいかないけど、ちょっとほんとしっかり食べて動く、筋肉をつけるみたいな感じでやっていました。それはすごい今思うと良かったかなと思うことで、残りの1割の人がどういう人かっていうと、もともとこう幼い時からスポーツをやっていた人とか、家計的に筋肉質な方とかもいるんですよ、中には。だから本当1、2割かなと思うんですけど、そういう方はじゃあ私と同じように筋トレをするとどうなるかっていうと、やっぱりどんどん筋肉の存在感っていうのがこう出てきてしまうので、そうしたい方は全然してもらえばいいんですけど、そうしたくない方っていうのはトレーニングではなくて運動の内容を変えていった方がいいと思います。例えば、ピラティスとかヨガとか、あと有酸素系にしたり、カロリー消費する系にしたりとか、筋肉をこう大きくする運動はなるべく避けて、これ後でほぐし方もいろいろ教えたいんですけど、マッサージガンとかこういうポールで常にしっかりほぐしておくことがかなり大事です。特にそういう方っていうのは下半身とか、あとこう腕とか結構張ってる人が多いので、それ張ったままにしておくとなかなかこう細くなりづらいので、しっかりほぐしておくことがめちゃくちゃ重要なポイントになります。太くしたくない人は筋肉をとにかくほぐす。で、筋トレじゃなくて柔軟系の運動に変えたりとか、あとカロリー消費をするような有酸素運動に切り替えるのがいいかなと思います。で、問題はここからで、じゃあ筋トレ 2,3 年ぐらいやって、こうベースの筋肉つきました。じゃあこのまま 今までの筋トレをずっと続ければいいかっていうと、またそうではなくってですね、私の考えでは最初の筋肉量をつけるときってもう全身くまなくやった方がいいんですよ。下半身、足もお尻もそうだし、背中も肩も胸も、これさ、やっぱり肩のシルエットとか背中の筋肉があると、こうね、ある程度肩幅とかあった方が顔も小さく見えるし、ウエスト細く見えたりするので良かったりするんだけど、これすら嫌な人も中には多分いるじゃないですか。肩幅とかも全然つけたくないですみたいな女性もいると思うんですよ。そういう人は肩のトレーニングと背中のこの外側のトレーニングは控えた方がいいです。
背中の外側のトレーニングって何っていうと、あのラットプルダウンとか上から引いてくるような種目が基本的にこう背中の外側の、まあ、広がりとか言うんですけどを作る種目があの多かったりするので、そういう種目をちょっとお休みしたりとか、まあ、別に私は無理にやらなくてもいいのかなと思うので、その代わりこうローイングとか下からこう引いてくるような背中の種目を入れてったりとかするといいかなと思う。あの背中の広がりって何っていうと、これ外側なんですよ。でここが発達すると肩が外に出てくるから結構肩幅がつくのね。だから逆につけたい人はしっかりやった方がいいし、いらない人はスキップした方がいいと思う。なるべく使わない種目って言っても多少は普通につくんですけど、それぐらいでちょうどいいかなっていうぐらい、あえてそこを鍛える必要はないかなっていう感じです。でね、私は結構身長も高いし筋肉がつきづらいタイプなんですよ。だから結構今まで競技とか出てめちゃくちゃやってたけど、そんなにすごい、その競技者の中でもすごいムキムキな方では全然ないから、だからこうなんだろう、それなりにすんなり収まってる感じはあると思うんだけど、これが結構小柄な方とか筋肉質な方がしっかりやってると結構こうかっこいい感じになったりするから、そういう方は特に種目選びは気をつけていく必要があるかなと思います。良くも悪くもついた筋肉って落とすのが結構難しいというか、そんななかなか簡単に落ちないから、だから一回つけるとなかなかね、こうやっぱ全然細くしたかったんだけどってなった時にちょっとあやべってなっちゃうんで、あのつけたくない方は最初から種目を選んでください。で肩のトレーニングっていうのは多分ね、検索すればいっぱい出てくるし、私の YouTube でもたくさん紹介してるので見てもらえばいいと思うんですけど、女性もある程度肩あった方がシルエット綺麗です。だけどこれももともと筋肉質な人とか、やっぱ筋肉がつきやすい人が肩がっつりやっちゃうと本当それもかっこいい感じになっちゃうので、それを避けたい人は本当たまにでいいと思う。私今ほぼ肩やってないです。胸とかのトレーニングは、まあ、週1とか2週間に1回ぐらいするんですけど、その時に肩も使うんですよ、勝手にね。だからそれぐらいでいいかな、本当勝手に刺激が入るぐらいでいいかなと思ってるので、こうポイントではやってないです。だからそういうイメージで考えておいてもらえると。でなんか別にそんな肩とかやってないんだけど肩張ってんですけどって人もいるんですよ、中には。そういう人はもうとにかくほぐす、トレーニングする前とか特にほぐしてほしいんですけど、マッサージガンとかでなければもう手でいいので、この特にこう張りやすい、張ってるところ、張り出しが強いところを中心にこういう感じでしっかりほぐしていくことで、なんでこう張ってると筋肉がつくのかっていうと、そこに重さが乗りやすくなっちゃうんですよ、勝手に。あの普通に生きててもそうだし、物とか持っててもそうだし、もちろん筋トレなんてしたらなおだし、張りやすいところは負荷が乗りやすくなってしまうので、必ず柔らかい状態にしておくことが大事なの。だから私ここ太いなとか、私ここなんかパンパ、ふくらはぎとかね、よく女性はもうマストで毎日でもほぐした方がいい。で筋肉柔らかくなってくるとどんどん張りづらくなってくるから、最初だけちょっと面倒いんだけど必ずやってください。あとは胸とかも結構しっかりこうほぐしといてあげた方が綺麗な形でこう筋肉がつくから、胸もこの胸骨っていう胸の真ん中に骨があるので、胸骨からこの肩の付け根にこういう風についてるんですよ、筋肉のね、筋肉ってね、あの胸の筋肉で、それに沿うイメージでこういう風にマッサージガンを当てていく感じ。筋肉の絵とかあの検索すると出てくるから、基本的に筋肉の繊維に沿って動いていけばいいので、そんな難しくないです。どうほぐしたらいいかなと思ったら、筋肉の繊維に沿ってほぐしていけば基本的に間違いないです。急にめっちゃ眩しくなってきた。で、あの下半身に関しても基本的に考え方は同じで、張っているところをほぐしていくことが結構大事なポイントになってきます。扱いが難しいのがスクワットとかレッグプレスとか、こう足全体で重量を扱う種目ってあると思うんですよ。そういうのを結構ずっと長年やってると、やっぱり全体的にしっかり筋量がついてくるので、結構
構かっこいい足になってくるのね。でそれが嫌な方、もうこれ以上筋肉つけたくないよっていう人は、私は今お尻ともも裏メインのトレーニングをやってるので、それもストレッチ系の種目がメインでやって、こう伸ばし伸展しながらこう負荷を与えていくような種目をやっています。割とそういう種目はしなやかに筋肉綺麗な形でついてくるので、そういう種目をメインで選んでったりとか、足のトレーニング一切しないとかではなくて、後ろ側メインにやっていくっていう風にやっています。たまにスクワットとかもやるけどね、本当頻度はかなり前よりは落としているかなっていう感じだけど、これもちょっと勘違いしてほしくないのは、やっぱトレーニング始めたてとかはしっかりやっぱり足全体の筋量もつける必要があるから、スクワットもレッグプレスもした方がいいし、もうベースついたよ、もうこれ以上形をどう綺麗にしていこうか、こっからどうこう彫刻の作業ですよね、どう形作っていこうかってフェーズになった時に、これ以上もう全体の筋量はつけなくていいやっていう風になってきた段階で種目を選んでいくっていうのがポイントかなと思います。どうやって筋量ついてきたかわかんないんですけどっていう人もね、あのコメントで来てたりするんですよ。あのいつそういうトレーニングに切り替えていいかわかんないっていう人、私はもう単純に見た目でいいと思う。私は今そのトレーニングを切り替えたきっかけとして、普通にミニスカート履いて出てきた自分の足がかなりムキムキだったのね。で、あの前ももの筋肉がムキって出てて、全然ミニスカート似合わなかったの。その足を見た時に、あ、足の筋トレ控えようと思ったんですよ。そういうのでいいと思うんですよ。あの服、タンクトップ着た時にちょっと肩がムキッとして思えたとかさ、自分の感覚で全然いいと思うので、自分が、あ、なんかちょっと筋肉ついてきたかも、つきすぎかもとか、そういう感覚で、あ、じゃあ今度はこう筋肉をもうどんどんつけていくっていうトレーニングじゃなくて、こう自分のつけたいところだけにつけていくトレーニングにこう変えていこうみたいな感じで考え方を変えればいいと思うので、私はだからといって筋トレやめるわけではないし、方法を選べばいくらでもこう形変えられるし、綺麗になる運動は筋トレしかないので、これはやめる気がないんですけど、まあ、こういう方法があるよっていう今日はアドバイスでございました。なんか途中からすごいあの日が照ってきちゃって、神々しい感じになっちゃってすいませんまたね、あのこんな動画見たいなどありましたら、コメント欄の方によろしくお願いいたします。動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てね。